時計ファン、世界の腕時計コレクション4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目はシチズントリプルカレンダー英語表記、1950年代17世紀手巻き国産初となる月日曜日のカレンダーがついた腕時計として1952年に発売されました。本品は英語表記モデルです。文字盤は経年変化が加わったシルバーカラー、外周にデートポインター、12時右位置に曜日、左位置に月表示、6時位置にスモールセコンド。2本目はシチズントリプルカレンダー英語表記、1950年代17世紀手巻き GP ケースは 33mm のラウンドフォルム、裏蓋は SS スナップバックです。枯れた味わいなどヴィンテージ時計の魅力あふれる希少な一品です。2019年10月に時計店で OH 済みです。右上のポッチを鋭利なもので押すと曜日がチェンジ、左上のポッチを押すと月表示が切り替わります。3本目はシチズン国産初のトリプルカレンダー初期型モデル、ダイヤル文字盤は焼け、シミ、くすみなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスは経年変化しています。ケース、裏蓋はすれ、小傷、剥がれが認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどはありません。4本目はシチズントリプルカレンダー、厚みのあるケースが特徴的です。月と曜日は12時1下にある2つの四角い小窓に表示して、日付は文字盤最外周に印刷した日メモリをセンターの針で指針する方式です。日、夜、月をセット修正するためにルーズの他にプッシュボタンが3つついています。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお届けしました。